この番組は今日もスポンサーの提供だ。お送りします。よいしょよいしょ、待ってよ、よいしょ、こうやっていくよ、よいしょ。はい、皆さん、どうもお久しぶりでございます。マイスクリーム講師のデスノリーさまでございます。よっしゃ、言えたぞ、久々だけど、よろしくお願いします。いや、もう本当になんか喋る動画が久々ですよね。お久しぶりです。ちょっと最近ありがたいことなんですけど、バッタバタでして、編集する時間がねえ。マジで。編集する時間がねえ。一応こう見えて5、6時間ぐらいは編集に時間をかける男魔法なんで、ちょっとね、編集する時間が取れなくてですね、でもこれ喋んないとこれどんどん喋れなくなるよと思って、話さなあかんなと思って今こうして動画を久々に、回している次第でございます。で、なんかね、この画角新鮮でしょ？見慣れない画角だと思うんですけど、マイスクリームの、プライベートスタジオが、去年の末ぐらいかな？12月ぐらいにできたんで、最近はね、ここでレッスンとか、したりとか、動画撮影したりとか、してます。で、まあそんなことはいいとして、まあ久々に動画を撮るっていうことで、内容はもちろんデスボイスに関しての動画になりますけれども、タイトルどうなってるかわかんないんだけど、絶対にやってはいけないデスボイスの出し方参戦という感じで、やっていきたいと思ってるわけですね。世の中にはさ、なんかまことしやかにこう囁かれてるけど、実はそれ全然違うじゃんみたいなことって、まあよくあるじゃないですか。ね、聞いてたのと違うよみたいなことってよくあるでしょ？それ信じてたのにみたいな。そういうことってね、まあ、発生、特にま、このデスボイスなんかにはね、まあ、ミックスもそうか、よくあるわけなんですね。今日は、そういうなんか囁かれてる噂を、この私が、ボシュッってこう、セルフ効果をね、ボシュッつって、ぶった切ったろうかなと。ぶっ壊すって感じで、ぶっ壊していきたいと思うんですよね。まあ、なので、この動画をね、最後までご覧いただければ、きっとその、良くないものっていうのがわかるので、今後、あなたのデスボイスライフが、より充実して、その、効率のいい練習を進めることができるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ今日最後までご覧くださいね。まあ、こんな感じでこのチャンネルでは、日々発声関係の動画であるとか、あと歌ってみた動画とかね、いろいろ上げてます、音楽関係のお話とかしておりますので、まだお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。てなわけで早速本題なんですけど、これに関連したツイートをね、ちょうど先日したんですよ。よいしょ。まあ、こういう感じのツイートなんですけど、ちょっと読み上げてみますね。はい、世界三大信用ならないデスボの出し方。エッジボイスを強く出す。はい。うがいする感じ。気合。いけたら行く。ファミマの Wi-Fi レベルで信じたらダメです。っていうね、ツイートなんですけど。まあ、いけたら行くって言ってる人来ないじゃん。まあ、なんかと、道こう歩いててさ、調べ物しよう、この店やってるかなってこう調べてる時に、あれって、繋がんないなみたいな。3G かなみたいな時あるじゃん。そういう時大体隣にファミマあるみたいな。近くにファミマあるみたいな。そういうことあるじゃないですか。それぐらいファミマの Wi-Fi も信用なんないじゃん。そういうレベルで、今、お話しした3つ、まあ、言った3つですね。っていうのは信用なりませんよというお話なんですよ。まあ、順を追って説明しましょう。まず1個目、エッジボイスを強く出すということなんですけど、これまあよく言われるんですよ。まあ、昔から。で、今もね、まだ言われてんのかと思うから、よく聞くんですよね。生徒さんから前こういう風に習いましたみたいな。みたいな。僕は驚きを隠せないんですけれども、エッジボイスをね、大きく出すと何になるか、ご存知ですか皆さん。エッジボイスをでかく出すと、でかいエッジボイスになるんですよ。いや、そらそうですよね。そらそうですよ。これエッジボイスね。ボーカルフライとかもやれるけど、こういう声がエッジボイスって言うんですけど、じゃあこれ大きく出してみましょうか。ほら、エッジボイスでしかならないんですよね。これデスボイスかって言われたら、まあ確かに、まあなんか死にそうだなっていう意味では、そういう意味ではデスボイスかもしれないけど。まあでもなんかよく聞く、みたいな、こういうのとはちょっと違うじゃないですか。いい練習っちゃいい練習にはなるんですよ。まあ、なぜならその裏声エッジボイスとかいうのもあるからね。とか、あとはね、なんちゃって、間に合わせスクリームとかだったら、エッジボイスからの発声でできたりするから、悪くはないとは思うんですけど、エッジボイスをでかくしてもそれはでかいエッジボイスにしかならないですよってことなんですよね。ピカチュウをさ、レベル上げてってもさ、レベル100のピカチュウにしかならんやん。それと同じような感じですよ。ピカチュウをライチュウにしたいんだったら電気の石を使わないといけないでしょ。電気の石だっけ忘れたけど、ちょっと違うことしないといけないんだよね。違う材料がいるんですよ。それとちょっと似たような話で、この例え合ってるかわかんないけど、エッジボイスもね、エッジボイスのままだとただただ強いエッジボイスになっちゃうんだよね。ちょっと納得しそうになるじゃん。エッジボイスでかく出してみ。デスボイスになるから、みたいな。かっこいいお兄さんに言われたとしたら、ちょっと、あ、そうなんですかってなっちゃうかもしれないけど、それはないので、これは要注意っていうことですね。じゃあ、二つ目、まあ、うがいする感じで出しましょうっていうのも、これもね、まあね、よく言われるんですよ。でね、これの、まあ、立ち悪いっていうか、良くない点っていうのは、それっぽい音がね、意外とできちゃったりするんですよね。パってね。正しくめちゃくちゃできてる人がいるとするじゃないですか。で、その人が、うがいしてるぐらいの感じで出そうとするとしたら、それはね、成立するんですよ。うまくいくの。
正しくできてる人だったらね。なんだけど、できてない人がうがいをしようって最初からすると、ただただ痛みを伴ったり、何かしらの違和感を伴ったりっていうことがほとんどなんですよね。で、ミックスボイスとかもそうなんですけど、なんか、わってやってみて、なんかそれっぽくなったっていう発声って、いいことほぼないです。99% ないと言っても過言ではないです。デスボイスも本当に例に漏れず、あ、うがいっぽくやったらうまくできるんだな、あー、よっしゃそれっぽくやったって言って、それを推し進めていくと、見事のど締め結節直結型スクリームの完成みたいな、耳鼻咽喉科へゴーみたいになっちゃうので、ちょっとそれは悲しいじゃないですか。まあそのね、うがいをする感じだよっていう言葉フレーズっていうのがものすごくキャッチーなところに落とし穴があると思うんですよね。言語化しやすいじゃん、うがいする感じだよって、それっぽいしさ、ゆえに結構多用されちゃってるかなみたいなのは僕個人としては思うんですよね。なんか中級者上級者の人が参考に一個のその引き出しにするのはいいのかもしれないけれども、初心者の人とかっていうのは結構注意した方がいいかもしれないです。じゃあ最後三つ目です。気合ね、気合、これね、これもまあよく言われるよね、よく言われますよね、気合。確かに気合ね、いるんですよ、いるんです。あのね、息めちゃくちゃ使います、デスボイス。特に最初は、上手くなってくれば、どん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 息の量は減らせていくんですが、最初は結構息をいっぱい吐いた方が得策なんですね。ダメージを避けるのにとってもですけど。なので、そういう意味では気合はいります。でも、絶対にやっちゃいけないのは、喉にまで気合を入れるってことなんですよ。ギャーっつって、喉にキュッて一緒に気合入れて、で、気合で息バッて吐くじゃん。この気合が入ってる喉に、気合の入った息が通るっていうのはもう自殺行為なんですよ。気合でギュッて喉寄せるじゃないですか。でそこにこう息を通すわけなんですけど、そうするとね、ほぼほぼ確実にその鈍痛となんかヒリヒリか擦れ感みたいなのが合わさったみたいな嫌な感じの、僕みたいなやつのなんか痛みがね、喉に残るので、これはね本当に喉に良くないです。喉潰れちゃうので絶対にやめましょうね。喉何回か潰しましたみたいなさ、人がそれなりにデスボイスが形になってる時あるじゃないですか。それってあくまでそういう人がそういうことを言うから目立ってるだけであって、基本的にはやっぱり良くないんですよ。生存者バイアスでしかないから、基本的にはどなたでも正しいアプローチさえ踏むことができれば、ほぼノーダメージで、最初のその練習のちょっとしたそれとかで感じる痛みを除けば、ノーダメージで完全体まで習得していくっていうことはねできるし、僕もねレッスンではそれをモットーにしてます。なんかこう急で、そう、そこはもっと、こう、そう、もっと、もっとみたいなのは、まあ、ないです。そうないから。そうないし、必要ないです。マジで。息はすごく使うけど、それをこう、せき止めるような力の入れ方っていうのは、絶対にしないでください。ということですね。はい、というわけで、今回は絶対にやってはいけない、デスボイスの出し方参戦みたいな感じにダメになってると思うんだけど、そういうお話をさせてもらいました。まあ、今日お話ししたことは、割と今でもね、この令和の時代でもよく言われがちなことなんで、まあ、参戦とは言ったけど、他にもね、多分いろいろあるんだよ、考えればね。まあ、わかりやすいように参戦にしたんだけども、よく言われがちなんですよ。だから結構その間違った知識として頭に入ってた人っていうのも、もしかしたらね、今ご登録いただいている方の中にはいらっしゃったんじゃないかなとも思うので、ぜひこれを機会にね、考えをちょっとこう、チェンジして、これらを避けるようにするだけでもね、今後の練習が効率的にはかどるかなと思いますので、ぜひぜひね、これからも練習頑張りましょうということで、今回の動画参考になったよという方はぜひ、グッドボタンと、あとチャンネル登録をお済みでない方もチャンネル登録は、ぜひ、お忘れなくよろしくお願いいたします。あとさっきも言いましたけど、ツイッターもやってるので、そこもフォローしてくれると僕はすごく嬉しいです。というわけで、デスのお兄様本がお送りいたしました。じゃあまた会いましょう。じゃあね。